ご視聴させていただける機会いただいて本当に嬉しく思っております。じっくりですね、今日は皆さんと対話することをメインにしたいなと思っておりますので、今日も少しお話しさせていただいて、でその後いろいろと疑問が浮かんだりですね、いやじゃあ具体的にどうしたらいいのとか、もう何でもとにかくいっぱい対話をして、本当により良い教育をですね実現するための、一番のそこの原理からそれから具体までですね、ぜひ縦横無尽にご一緒できたら嬉しいなと思っております。最初少しタイトルは今日はこんな感じでお話ししたいと思っているんですが、少しだけ自己紹介をですね、させていただきますと、哲学者、空腹学者というのをやっております。で、哲学というのは、いつも本質洞察に基づく原理の提示をする学だって言ってるんですけど、よくね、意味のない、よくわからない、役に立たないものが哲学みたいなイメージ持たれちゃうんですけど、めちゃくちゃ大事で、めちゃくちゃ役に立つんです。で、教育にとってもめちゃくちゃ大事なんですね。で、なぜかというと、教育ってそもそも何なのか、何のためにあるのか、どうあれば良いと言えるのかという、この本質ですよね。ここを見失っちゃうと、特に教育も、先生方はもう、たくさん経験されてると思うんですけど、もう学校現場は信念、教育観とか授業観とか、信念の対立とか、齟齬とか、もうそういうのの嵐ですよね。ちょっと授業感が違えばもう全然話通じないみたいな、そういったことも起こってしまう。そんな中で、でもそもそも教育って何のためにあるんだっけ、どうあれば良いと言えるんだっけっていう一番の底がですね、ちゃんと支えられれば、みんなができるだけ納得できる一番底まで明らかにすることができれば、じゃあそのためにどうやってみんなで協力しようかっていうことがですね、考えていけるようになる。対立じゃなくて協力関係、共同関係を作っていくことができる。そのために本質を、最も大事な一番根本の本質を、そもそもですよね、そもそも徹底的に考えて解き明かす。そのための実は哲学は方法2500年にわたって培ってきたんですね。めちゃくちゃ役に立つんです。でこのことを最初はまずお話ししたいなと思いました。で、例えば愛っていう本とか書いてるんですけど、これももう愛とは何か、もうズバリ愛とは何かですね。で、愛とは何かが分かれば、じゃあどうすれば豊かな愛を生きることができるのかっていうことも見えてくるんですね。で、幸せとは何か、これが分かればどうすれば幸せに生きれるかが分かるんですね。逆に言うと幸せが何か分からないと、何をどう考えていけばいいか分からなくなって道に迷ったりしますよね。そういう意味で物事の本質を洞察するってめちゃくちゃ大事なことで、一番左上は自由はいかに可能かっていう本は、まさに文字通り自由とは何か、もっと言うと良い社会とは何かっていう、そういう問いに答えた本なんですけど、ちょっと羽織ってますか、大丈夫ですか、ちょっとこうしておこうか。そもそも、良い社会とは何かっていうのが分からないと、どんな社会をどうやって作っていけばいいか分からないですよね。そういう意味でこういう物事の本質を洞察するというのはすごく大事なんだというのをですね、改めて、共有したいなと思いました。で、この哲学をベースにして、この時言ったその何のためにあり、どうあれば良いというのか、これに応え抜くというのがやっぱり哲学の仕事なので、これをまずやって、どのような教育が良い教育かというのが、そういった本なんですけれど、でこれをベースにしてですね、じゃあこれからの教育をどうやってより良いものにしていこうかということを、具体的に提言していくというようなことも、これまでしばらくやってまいりました。で、今日はですね、ちょっとこんなところからお話を始めてみたいと思います。やっぱりハウトの感じがするけど、大丈夫かな？大丈夫そうですね。大丈夫かな？大丈夫ですか？私がハウってるように聞こえるだけかな？すいません。すいません。ここが私はですね、すごくたくさんの自治体や学校や先生方と、もうそうですね、毎月どれくらい行ってるでしょうか、もう相当たくさんの学校で、いろんな学校づくりご一緒してるんですね。授業づくりであったり、子どもたちと一緒にこれからの学校どうやって作っていこうかということを一緒に考え合ったりっていうのを、小中高いろんなところでずっとやっているんですけど、その中でもう確実にこれだということにやっと気づきました。ああいい学校だなと思う学校はもう例外なく対応の文化や仕組みがある。逆に言うと、ちょっとここあったりだなって思う学校は例外なくこれはないです。でもこの対話の文化仕組みが意図的に作られている学校って意外に少ないんですよ。で、これをとにかく作っていこう。もうこれに尽きる。私はまずこのことからですね、熱くお話ししたいというふうに思いました。なので、じゃあそもそも良い学校って何なんだろうか。それから対話の文化ってどうやったら作っていけるのかっていうことをここでまた考えていきたいと思うんですけれど、今日のお話です。
対話から始める学校づくりってどういうふうにしていくのかということをちょっと考えたいと思います。それから、先ほど言いました、そもそも学校何のためにあるのか、これを一番そこのそこのそこまで考え抜いて、皆さんと一緒に共有するという時間を持ちたいと思います。それからそれが分かればですね、150年間ほとんど変わってこなかった日本の公教育システムを変えていかなきゃいけない必然性に行き当たります。じゃあどうやって変えていくのか、どんなふうに変えていくのか、このことについてまた考えていきたいと思います。ということで最初この対話から始める学校づくりについてですね、考えていきたいと思うんですが、対話のない学校って、まあ、いろんな問題があって、もう日々実感されていることだと思うんですけど、教育観、学校観、子ども観、授業観というものがやっぱり結構みんなバラバラだったりするんですよね。そうすると対立が起こったり、やっぱ話が合わないなんてことがあります。それから声の大きな人の意見が通りやすくなる、まあ、学校に限りませんけど、まあ、やっぱり組織っていうのはどうしても声のデカさで物が決まってくるなんてことが起こってしまいますよね。非民主的になりがちですよね。それからこの学校目標もですね、上から降りてくるとどうしても自分ごとにならないですよね。なんか言葉があっても上つくというか、あんまり自分ごとにならないから身をもって、実践していこうという気持ちになれませんよね。これ子どもも一緒ですよね。子どももなんか上から目標を与えられたって自分ごとにならなかったら、やっぱり学びにも学校生活にもやっぱり当事者意識を持って関わるってことできなくなっちゃいますよね。あとこの空気を読み合う自情自爆ってのはなかなか厄介で、その学校の中には結構、おかしいなと思うこといっぱいありますよね。校則もそうだし、これって先生にとって本当に本質的な仕事なのかなとかもそうだし、子どもたちにとってこれって本当に大事な活動なのかなとかもそうだし、いっぱいあるんですよね。いっぱいあるんだけど、対話の文化が、安心して対話できるっていう文化がないと言えないんですよ。で、こんなこと言ったら、ちょっとなんか嫌がられるかなとか、空気読まなきゃいけないのかなとか思ってるうちに、どん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 自情自爆していって、喋りゃいいのに、喋れなくなっていく。もうどん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 、そういったことができなくなっていくっていう学校もたくさん、やっぱり見てきましたけど、これ対話の文化作れば逆転させられるんですね。要するにですね、学校教育、そもそも学校何のためにあるのかとか、教師は何のために存在しているのかとか、私たちはなんでここに、何のために子どもたちと共にいるのか、こういった一番のそもそもがちゃんと理解され、しかも合意されていないから、そうすると、まあ、チームとして共同するってことができなくなったり、本質的な実践がバッコしたりしてしまうと。いうのをですね、まあ、やっぱりたくさん目の当たりにしてきたんですけども、さあ、じゃあどうすればいいか。もう最近こう言い切れてない表をよく言うですね、1に対応、2に対応、3、4がなくて5に対応って言ってるんですけど、言い切れてない表なんですけど、もうここがやっぱりつけるなと思ってて、ただし対話にはコツがいるんです。その単に、くちゃくちゃ喋っていればいいって話は、もうそれも大事なんですよね。それもとっても大事で、雑談の文化、とても大事だし、なんだけれども、対話には実はコツがあって、やっぱり何が一番大事かってこれなんですね。そもそも何のための学校か。ここに常に立ち返る。これは後で何のための学校かは、たっぷりお話ししたいと思いますけど、何のための学校か。これが分かれば、じゃあ、何につけてもですね、これって本当に学校教育の目的や本質にかなってるのっていうことを常に問い合えますよね。非本質的な仕事とか、非本質的な学びとかを極力なくしていくことができる。逆に言うと、本当に本質的な仕事とか、本質的な学びを実現していくことができるようになるわけですね。そもそもをちゃんと理解していれば。で、そうすると何につけても最上位目標、まあ、これ工藤雄一さんがいつも言ってる言葉ですけど、この最上位目標、幼児だって授業だってルールだって何でも、そもそも何のためにルールってあるんだっけとか、そもそも何のためにこの文化祭やるんだっけとか、そもそも何のためにこの運動会やるんだっけっていう、このそもそもが問われないから、なんかよくわかんないことが行われてしまうことがあるんですよね。でも、何のためっていうのをみんなが合意すれば、本当に本質的な実践や活動ができるようになると。これがやっぱり対応の一番大事なコツですね。で、そうすれば、この一番の最上位の目標、一番の学校教育の目的、それから個々の活動の最上位目標、こういったものがちゃんと合意されれば、じゃあそれってどうやってやっていこうか、何をなくそうかとか、どういうことをやっていこうかっていうことを建設的に対応して考えていくことができる、ものすごく大事なことなんですね。で、ここでこれをやった学校をちょっとご紹介したいと思うんですけど、しばらくご一緒している小野小学校という福岡県の学校なんですが、まあ、ここもですね、割とバラバラだったんですよね。
だけれども研究主任の先生がやっぱり対話型の、校内研修に変えて対話の文化を作りたいというとても熱い思いを持って少しずつ少しずつ耕されました。教員の対話の文化を作られて今3年目になってるんですが、もう本当に大きく変わりました。まあ、よくですね、この研修部が上から下ろしていく校内研ってたくさんあると思うんですけど、そうじゃなくて先生たちが対話を通してやっぱり最上位目標をみんなで考えるっていうところから始めるんですね。しかしその前に私いつもここからやりましょうって言ってます。青臭い根っこの話をするんです。意外に学校の先生方がお互いのことそんな知らなかったりするじゃないですか、仲のいい先生以外。でなんかちょっとこの先生合わないなとか、ちょっとこの先生苦手だなとか怖いなと思う場合もあるわけですよね。なんだけど意外にですね、こういう青臭い根っこの話をすると、あ、そんなこと考えて教師やってたんだねとか、そういうこと考えて子どもたちと関わってたんだねみたいな、こういい話が出てくるんですよね。でそうするとお互いにちょっとこう親密度が増したりしていく。でお互いのことを知らないとやっぱり怖いから安心して対話できないんですよね。だけれどもお互いをこうやって少しずつ開示し合って、まずはお互いを知る、そこから始めます。でそこから最上位の目標を見出し合って合意するんですけど、この学校ではですね、これも面白いことに、私もいくつもの学校でこういった対話をやってきたんですけど、キーワードとしてよく出てくるのが、先生方が最後の最後まで、このキーワードやっぱり手放せないねっていうことが多いのは、やっぱりこの尊重っていう言葉とか、あと自立っていう言葉とか、子どもたちの自立を支え、お互いが尊重できるような学校にしていきたいよねっていうような最上位目標って、割にどの学校でもこれに近い感じの言葉が出てきますね。これは面白いなと思いました。だからやっぱり先生たちがそれだけ本質的なことだって思われてるんだろうなって思うんですけど、まあ、自立と尊重が実現できる学校を作りたいよねと。そうすると常にここに立ち戻って対話ができるんですね。本当に自分たちの、そうそう、この学校はさらにですね、本質慣習っていう哲学の、対話がありまして、そもそも尊重するってどういうことかっていうのをさらに掘り下げるんですね。で言葉にして、みんなで共通の言葉を見つけ出し合っていくんですけど、尊重するって言っても、人それぞれちょっとイメージが違ったりしますよね。でそういうのをもっともっと目線合わせていくんですね。そもそも尊重するってどういうことだろうか、こういうこともやったんですけど、こういうことをやっていくといつもその最上位に立ち戻って、じゃあどんな実践していけばいいんだろうっていうことをみんなで考え合っていくことができるんですね。この自立とか尊重とか、こういったことを大事にした学校ってどんな学校だったらそうあれるんだろうっていうのをみんなで考え合います。で、先生たちがですね、じゃあ自分ちょっとこういう感じの実践してみたいなっていうのをみんなで対話をして、グループに分かれて対話をして、で、こんなことチャレンジしたい。そしたらこのみんながですね、それを応援してくれるわけですね。あ、ちょっとそれぜひやってみてよ。で実践してまた持ち寄ってお互いにフィードバックして、でまた実践して持ち寄ってフィードバックして、これを1ヶ月に2回繰り返し続けたんです。そしたらもう何が起こるかって、相互応援の文化ですよね。そしてどんなチャレンジもどんどんやっていこうよって言ってみんなで応援し合うっていう文化が生まれてきます。見えてきたこととしては、やっぱりみんながこの学校の担い手だよねって、この自分のクラスだけじゃない、この学校全体を自分たちみんなで作っていくっていう意識がやっぱり非常に高まってきたなという感じがありますね。あと子どもを主語にした対話、あの子がねこんなことあったんだよっていうのを担任担任以外関係なく、やっぱ子どもが真ん中になった会話っていうのが増えていったとか、やっぱり当然子どもたちの対話の場作りも上手になっていきますよね。子どもたちがお互いに対話を通して授業を作っていく、行事を作っていく、学校を作っていく、そういったことをやっぱり先生が任せていけるような、そんなこともあったし、新たなチャレンジを語り合う、そして応援し合うというような文化もできてきました。この後個別化共同化プロジェクト化の融合についてちょっとお話をしたいと思いますが、これから学びはこういう方向に大きく変わっていく必要があるんですけれども、そういったことをチャレンジしたい、最近のよく知られた言葉だと自由深度学習みたいなものに取り組み始める先生もたくさん出てきたりとか、そういうことが起こりました。で今まではですね、例えば自由深度学習やりたいって思ってもやっぱり学年で揃えなきゃいけないとか、
自分だけちょっと浮いたことできないなとかってあったと思うんですね。だけど対話の文化があって、こういうことをチャレンジしたいって言ったら応援してもらえるっていう、そういう環境ができているのでチャレンジしやすくなったんですね。私はやっぱり本当に全てはここに尽きるということを思ってます。なので教育委員会も管理職もそういった対応の文化をいかに作っていけるかっていうことを意識するっていうのが私一番大事だなっていうのをですね。で、あとはもう現場に任せればいいんですよね、支援して。で、私たちとして、私は熊本市の教育委員もやっているんですけども、熊本市もですね、現場の先生たちの力を信じていろいろなものを委ねていくんだけれども、対話の文化と、それからそれをサポートするってことはもう徹底的にやろうということをずっとやってきました。で、あとよく言われるのが、いやいや、対話が大事なのは分かってますよと。分かってるんだけど、忙しくてそんな時間ありませんって、やっぱり必ず言われるんですね。でもこれは逆なんですね。私の経験では、もう対話なくして断捨離なしなんですね。対話して、何のために我々は存在しているのかとか、この最終目標は何なのかということを考えたら、いらないものがどんどん見えてくるんですよ。で、いらないものが見えてきたからやめましょうということをみんなで合意してできるんです。ここが大事で、これいらないんじゃないかなと思っても、一方で絶対いるっていう人がいると、やめれませんよね。だけど、本質に立ち戻って対話して、確かにこの本質から考えたら、これってこういうふうにやめることできるよねとか、こういったものはこういうふうに改変できるかもねっていうことを対話する文化ができたら、断捨離ができるんですね。対話なくして断捨離なし。最初はちょっと大変かもしれません。対話の文化作ったり、対話の方、慣れていくので、ちょっと大変かもしれないけど、一旦動き始めると、どんどん断捨離できる。というような、経験は、ありますね。ということで、駆け足なんですけど、いいですか？次にする。いきなり、ガラリとテーマ変わるんですけど、大丈夫ですかね？今の話とかで、ちょっともうちょっとここ聞かせてくれとか、あったらまたぜひ、何しろ今日は、人数もそれほどたくさんというわけじゃないので、たくさん対話ができるんじゃないかなと思ってますので、ぜひですね、存分にやり取りできたらありがたいなと思ってます。だらりと話が変わって、そもそも学校何のためにあるかっていうことを改めて考えていきたいと思うんですけれど、本当はこれ、話し始めると、2、3時間、話しなきゃいけないことなので、今日は限られた時間でエッセンスだけお伝えできたらなと思いますが、まずこのことについては改めて教育関係者みんなで共有したいなと思ってるんですね。我々が今その一員である公教育システムですね。この公教育というのは人類1万年の戦争の果てに見出された革命的な発明なんだと。この公教育というものの存在意義を改めて理解したいなって思います。で、どういうことかっていうのは、今日はこういうちょっと方向からお話をしてみたいと思うんですけど、この1、2世紀で戦争が実は激減しているんですね。ちょっと直感に反するところあると思うんですけど、本当かなと思いますよね。今、パレスチナであんなことが起こっている。ウクライナであんなことが起こっている。そして、20世紀、21世紀はこういう時代だったわけですよね。20世紀は2つの世界大戦で、21世紀はテロで幕開けをし、そして今あんなことが起こっていて、いやいや人類って今こそ、激しい戦争をしているんじゃないかなって我々思うんですけど、これはスティーブン・ピンカーという人のですね、暴力の歴史、暴力の人類史だったかな。暴力の人類史。めちゃくちゃ面白い本なんで、もしよかったらこんな分厚いいや、2巻本なんですけど、めちゃくちゃ面白くて読みやすいですから、もしご興味あればお読みいただければと思いますけど、この暴力の人類史でスティーブン・ピンカーがもう実証してるんですね。どれくらい暴力が減っていったか。で、その減り具合がこう減ってるんですよ。ものすごい右肩下がりで、こうか。右肩下がりで、暴力減ってるんですね。つまり暴力や戦争で死ぬ人の割合、人口比がものすごい減ってるんです。で、確かに考えてみたら、これが人類の歴史なんですよね。もう世界史の教科書を見れば、戦争しか書いてないですよね。もう人類がずっと殺し合ってきたわけですね。で、しかもやっぱり恐ろしいのは、人種が違えば奴隷にして当然って、ついこの前まで思ってたわけです。ついこの前までです。ついこの前まで、宗教が違えば殺していいって普通に思っているんですね。日本も、切り捨て御免とかあったわけですよね。実際にはそんなになかったとか、
まあ、切り捨てごめんにしても、武士もさすがにお咎めを受けたって言われてますけど、でもまあ、一応同じ人間と考えられていなかったんですよね。これは私、本当に恐ろしいなって思うんですよ。ローマの遣唐使ですけど、これ、ローマの市民の最大の娯楽だったわけですよね。人と人が殺し合うのを見て楽しんでいたわけです。これが人類の歴史です。私はよく言うんですけど、もう別の生き物ですね。この2、3世紀で我々は精神の大革命を起こした。もう別の生き物になったと言っていいぐらい我々変わったんですね。私たちこれ見たら今おぞましいと思うんですよ。昔はこれ当たり前だと思ってたわけですね。人種が違ったって同じ人間だって我々思ってますよね。宗教違ったって同じ人間だって思ってますよね。これはめちゃくちゃすごいことなんです。なんでこんなことを思えるようになったかっていう、ここを問わなきゃいけないんですけど、その最大の理由が2、300年前にまず哲学者たちが民主主義というものを考え出しました。この民主主義というのは人類1万年の歴史、まあ1万年というのはサピエンス全体で考えると20万年ですけど、1万年前ぐらいに、まあ、大規模戦争って始まったんですね。ちょっとその辺の話はもうちょっと置いておりますけど、でこの1万年間ずっと戦争が続いてきて、わずか2、300年前にどうやったら戦争をなくせるか、もう民主主義しかないでしょっていうことを哲学者たちが考えついたんです。どんな人もみんな対等に同じ人間だと認め合いましょう。このことをルールにした社会を作る以外にずっとこれ続くよっていうことを、ジャン・ジャック・ルソーとかヘーゲルとかそういった哲学者たちが考えついたんですね。すごいことですよね。私改めて本当にすごいことだと思います。で、そして教育なんです。民主主義を考える、この民主主義の精神、つまりみんな対等に同じ人間なんですよというこの精神はいきなり生まれません。教育を通してしか生まれないんです。だから教育を通してどんな人もみんな共に学び合うことで同じ人間なんだなという感度を育み、そしてこの民主主義の精神をちゃんと教育する、このことをやったことで今私たちはみんな同じ人間だって曲がりなりにも思えるようになっているんですね。めちゃくちゃすごいことだと思います。これがやっぱり教育の最大の意義で、民主主義の本質は何か、自由の相互承認の原理といいます。これはとっても大事なキーワードなので、まあ、もしよかったらちょっと頭の片隅に置いておいていただければ嬉しいんですが、民主主義とは何かって答えられますかって言われて答えられる人そんなに多くないと思うんですよ。民主主義の本質を端的に言葉にしてくださいって言われても難しいと思うんですけど、これが一番深い答えだと私は思います。民主主義とは何か、それはお互いを対等に自由な存在として認め合う、つまり他者の自由を侵害しない限り、どんな価値観を持っていようが、どんな信仰を持っていようが、どんな思想信条を持っていようが自由だよっていう、これをまずルールとして認め合う社会。だから今私たちは憲法によって基本的な自由権というものをみんな持ってるんです。みんな認められてる。特権者はどこにもいないんです。この人だけが自由で、他の人たちは不自由だとか、そんなんじゃないんです。すべての人が対等に自由なんです。このことをルールにした社会、これを自由の相互承認と言いますが、この自由の相互承認の原理にのっとる社会が民主主義ですね。改めてこれは人類の英知の中の英知であるということを私は訴えたいなと思います。世界的に見て、まあ、ちょっと余談になっちゃうんですけど、世界的に見てまだまだなんですよ。これわずか2、300年前です。この考え方が出てきたのは。そして曲がりなりにもヨーロッパや日本やアメリカやは、まあ、少しずつ少しずつこの考え方を広げていったんですね。そして教育を通して。今ちょっと崩れかかってますね。アメリカもヨーロッパもちょっと危ういなと思ったんです。日本もちょっと危ういところあるかもしれない。でもここに立ち戻らなきゃいけない。これ手放したら我々また殺し合いですからね。殺し合い、あるいはもうとんでもないその差別であったりとか、こういったものがいつもでも繰り広げられるわけですね。まだ2、300年です。中国数千年の歴史に比べて、中国はやっぱり民主主義と相性悪いんですよ。儒教文明どうしても。序列の社会ですから。で、だけれども、長い長い目で見たら、これから100年、200年、300年で見たら、中国もイスラム圏もパレスチナもあの辺もみんな自由の相互承認やっていく以外に人類が共存する道はないと私は思ってます。じっくりじっくりゆっくりゆっくりだけど、目指すべきはここだと私は思うんですね。いや、もうイスラエルとパレスチナ見てたら無理かもしれないって思うけど、もしも戦争をなくしたいならこれしかなくないですから。これしかないんですよ。だから東大はちゃんともう哲学原理として出てるわけです。向こうに。東大は光ってるわけです。だからここに向かってどうやって相互承認していこうかっていうのをじっくりじっくり具体的に考えていくしかないんですね。
いつまで経っても殺し合っていればいいんだと、報復には報復だってやり続けてたら平和は訪れないですよね。最後の灯台はここ、2、300年かけて世界にこれをちゃんと広げていかなきゃいけないんじゃないかなって私は考えていますが、まあ、今日はちょっとそんなあまり壮大な話は本当はすごくしたいんですけど、もう今時代が時代ですからね、本当はやっぱりそこめちゃくちゃ考えたいし、子どもたちともこういったことを考えたいと思ってるんですけど、ね、この前ある中学生と世界平和はいかに可能かっていう対話の会議ってめちゃくちゃ面白かったんですけどね、まあ、それはともかくとして、少なくとも我々はこの自由の相互承認を一番の根本にした民主主義社会に生きている、このことをまず理解したい。で、教育はこれを実現するために一番大事な制度的土台なんですね。憲法と並んで最も大事なのが学校教育です。学校教育は憲法はさっき言ったように全ての人の自由を保障するための法ですね。全ての人が自由だよということ、自由の基礎法ですよね、憲法というのは。これも余談なんですけどね、私大学生に憲法は誰から誰に当てられたものかっていうのをちょっと聞くとですね、大学生ですよ、教育学部ですよ、4割5割が間違えるんですよ。私これは本当に危ないと思ってて、教育の失敗だってちょっと思うんですけど、5割ぐらいの学生が、いや国家から国民に当てたものでしょって言うんですよ。いや、これは本当に教育の失敗ですよね。我々もっと頑張らなきゃいけないですよ。国民から国家権力へ当てたものですよね、憲法というのは。いいですか、国家権力。国家権力が必要なんです。この社会を運営するためには、やっぱり教育委員会も必要だし、市役所も必要だし、国会も必要だし、行政権力必要、立法府必要、裁判所必要ですよね。で、警察もいるわけです。で、それはもう絶大な権力を持つわけですね。でも、めちゃくちゃ大事なんですよ。こういった人々がいないと国家を運営する人がいないから。だけれども、絶大な権力を持つからこそ、いいですか、国家権力さん。我々の自由を絶対に侵害しちゃいけませんよって当てたのが憲法ですよね。で、この憲法の本質論を、教育学部生が半分しか知らないってのは、もうこれは民主主義社会の危機じゃないかって私は思ってて、もう最近は本当にもう熱く熱くそこは学生たちに、そのことを子どもたちに教える役割はあなたたちだからねっていうのは、すごく強く訴えてるんですけどね。三大義務はみんな知ってるんですよ。もうまた余談ですいません。三大義務知ってるんですよ。でも三大義務って、まあ、ちょっとあまり大きな声で言っていいかわかんないんですけど、憲法の本質論から言ったら端っこの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 話ですからね。義務規定じゃないですからね。憲法は権利規定ですから、まあ、言うまでもないことだと思うんですけれども、行政にいらっしゃる皆さんには。権利規定ですから、義務規定している国ってそんなにたくさんありませんからね。だから本質論は自由の権利規定なんですよ。で、このことをやっぱり私たちもっともっと教育で子どもたちに伝えていかなきゃいけないなっていうのは、私はまあすごく思ってるんですけどね。まあそれはともかくとして、教育はなので、憲法がルールとして全ての人の自由を保障しますよと。そうじゃないといつまで経っても殺しないだから。そうならないようにみんなが自由ですよということを保障するのが憲法。これをさらに深くから実現するために教育があるわけですね。教育によって自由の相互承認の感度をまず育む必要がありますよね。憲法がどれだけみんな自由ですよ、自由ですよって言ったところで、一人一人の中にお互いの自由を尊重するっていう感度が育まれてなかったら何の意味もないわけですね。それからみんな自由だよと、表現の自由あるよって言われたって、表現する力がなかったら自由に生きられませんよね。読み書きさんができなければ誰かの奴隷にされてしまうかもしれませんよね。そのために教育があるわけですね。憲法がルールとして保障したものを教育が本当の意味で実質化する。この法と教育というものがめちゃくちゃ大事な民主主義を支える一番大事な制度的土台なんですね。まあ、ちなみにあともう一つ福祉行政というものがとっても大事になってきますね。教育の力が及ばないところがあるわけです。障害とか貧困とか、そういった時に最後の福祉行政がキャップをはめて全ての人の自由を必ず保障する。こういうふうに近代哲学者たちがプロジェクトを立てたんです。法と教育と福祉を通してみんなが自由になれる社会を作りましょうね。これが2、300年続いてきたプロジェクトなんですね。もっともっとこれを充実させていく。これが私たちの仕事だし、教育の一番大事な仕事だということですね。で、ところがですね、ちょっとここでぐっと具体的なお話に行きたいと思います。学校はですね、さっき言ったように、みんなが自由になる力を育むためにあるわけです。
そしてお互いの自由を認め合うっていう、この感動を育むためにある。しかし学校がそれを果たせていない時代に入っちゃったんですよね。まあ、こういったさまざまな問題が今、現実に起こっている。小1プロブレムと間違って呼ばれている現象っていうのは、これは小1のプロブレムじゃなくて、学校システムのプロブレムだからです。そのことはちょっと後でお話ししたいと思いますが、まあ、こういった問題があって、子どもたちの自由とか自由の総合承認の実現というものを崩してしまっている面があるわけですよね。で、これをどうしようかっていうことなんですが、まず最初に私言っておきたいんですけど、今、教育を変えなきゃいけないみたいな話がされる中で、誰々が悪い、何々が悪い、文科省が悪い、先生が悪い、学校が悪い、親が悪い、子供が悪い、誰かが悪いっていう言説がいっぱい飛び交うけど、そんなもん全部やめませんかって私は言ってます。誰かのせいにして問題は解決しない。誰かのせいにしたら余計に意固地になるじゃないですか。なんだとと。進むものも進まないと思うんですね。で、まあ、本当にこれも余談ですけど、フリースクールは国家の根幹を揺るがすとおっしゃった市長に対して、一斉に攻撃が仕掛けられましたでしょ。で、確かに権利というのは闘争によって広がってきたところがあるので、戦うべき時は戦うって必要あるんだけれども、市長さんは結局自分の信念を変えなかったわけですよ。その謝罪はした。傷つけた人に謝罪はするが、しかし私は自分の信念でこう言っているんだと。信念は変えなかったわけですね。攻撃されればされるほど余計に意固地になるってことがあるわけですね。で、もちろん公権力ですから批判すべきは批判しなきゃいけないんだけれども、しかし本当にことを動かしたいのであれば、むやみに攻撃を仕掛けて余計に意固地にお互いになってことが進まないなんて、すごくもったいないと思うんですよ。だからさっきの対話なんです。対話の方法なんですね。そもそも教育って何のためにあるんだっけ。すべての人の自由と自由の相互承認を実現するためにあるよね。合意。ここ多分合意できると思うんです。もしここ合意できれば、さあ、今学校って確かにこういう問題があって、すべての子どもの自由と自由の総合承認を実現するのは難しくなっているところって、どうしたってありますよねと。子どもと子どもまざるとにかかわらず、どうしてもありますよねと。だったら、すべての子どもが包摂されるような教育環境を作らざるを得ませんよねと。理屈上はこういう話になりますよね。この理屈は納得できるんじゃないかなと私は思うんですね。みんなが感情的になって攻撃しちゃったのしかないと思うんですよね。そういう根拠を示し合いながら対話するっていう、こういう私たちはやっぱり対話もですね、経験を積んでいきたいなって思ってます。ちょっとついつい余談が過ぎてしまって、時間が短くなっちゃって申し訳ありません。そう、なので私が言いたいのは、誰かのせいにするではなくて、問題の本質がどこにあるかを見つけ出そう。問題の本質は私はシステムにある。というふうに考えています。もちろん、個々に問題のあるようなケースって、この人が悪いとか、そういうことってあるかもしれないんだけど、もっともっと大きく見たら、やっぱりシステムがもう限界を迎えているんですね。だったらシステムを変えていこうということを私は言いたいなと思うんですが、じゃあどんなシステムか。ちょうど150年ちょっと前に、まあ、学制発布ですよね、明治5年。で、これ以来150年間公教育が日本では続いてますが、まあ、日本以外も大体先進国は150年ぐらいですね。で、この150年間、ほとんど学校のシステム変わってこなかったんですね。それがこういうシステムですね。みんなで同じことを同じペースで、同じようなやり方で、同質性の高い学年学級制の中で、できないのを解いて答えを勉強するベルトコンベア型のシステムですね。これはもうずっとあんまり変わらなかったわけです。で、これは150年前にとってはもう大発明です。大発明でした。それまで教育を受ける機会のなかった子どもたちを一気に大量生産型のモデルで教育を与えていくっていうことができたのは、このベルトコンベア型のシステムを作ったからで、当時は大発明です。学年学級制もこの時の発明なんですね。イングランドから輸入して日本流にアレンジしたんですけどね。で、ところが、まあ、このシステムがやっぱりもう限界を迎えていると言わざるを得ないと思うんですね。で、あと、しかも問題はですね、150年前の公教育の目的が、自由と自由の総合承認の実現っていうのは、
公教育ができる実は100年前に哲学者たちが考えたことなんですね。で、こうやって公教育作っていこうよっていうことをルソーとかコンドルセとかお聞きになったことありますかね。フランス革命期に活躍した公教育の父と呼ばれるような人たちがそうやって公教育制度を考えたんですけど、それから100年かかるんですね、公教育ができるまでに制度として。で、この間に公教育の目的がひっくり返るんですよ。何かって言ったら、富国強兵と殖産興業のためなんですよ。国家のための教育ということとして出てきたんですね、公教育制度。まあ、時あたかも植民地主義時代ですから、国家の国力増強しなきゃいけなかったわけですね。だから日本も遅ればせながら近代化するために教育によって国力増強ということをやっていったわけです。だから自由とか自由の相互承認のためじゃなくて、国力増強のために作ったシステムなんですよ。で、まあ、こういったこともやっぱり考え合わせて150年もう経ったわけですから、公教育の本当の本質に立ち戻って教育を作り直していきたいんですね。で、このシステムがやっぱりどうしても問題を生み出しちゃってるんですよ。例えば落ちこぼれ、吹きこぼれ問題と言われるとても嫌な言葉ですけど、これはみんなで同じことを同じペースでやっていったら、当然ついていけない子が出てくるのは当たり前ですよね。ちょっと風邪ひいて授業休んじゃったとか、1週間学校休んじゃったとか、もうついていけないみたいな。こんなことはもう当然起こることですよね。システム上起こることです。吹きこぼれも一緒ですよね。もう分かっててつまらないことを何度も繰り返しやらされたら勉強嫌になっちゃうっていうことありますよね。あと、学年学級制、これ私いつも言うんですけど、考えたらとっても不思議なシステムなんですね。おそらく学校だけなんですよね。同じ年生まれの人だけからなるコミュニティっていうのは。やっぱりものすごく同質性高くなりますよね。で、これはベルトコンベアに乗せるために作られたシステムなんですよね。我々今学年学級制当たり前だと思ってるけど、150年前に人為的に作られたコミュニティですね。でもこの社会っていうのは、民主主義社会って老若男女問わず、宗教や人種、文化の違い問わず、多様な人がごちゃ混ぜになりながら一緒に社会を作り合っていかなきゃいけないのに、とっても同質性の高いコミュニティを人為的に作っちゃってるんですね。これやっぱりちょっとよろしくないなということですね。あと、まあ、出来合いの問いと答えばっかり勉強させられていたら、なんでこんなことやらなきゃいけないかって、まあ、当然みんな思いますよね。ということで、学びの構造転換をしていく必要があると。学び、そしてさらには公教育の構造転換していく必要があるということなんですが、大きく柱を3つ私は、挙げています。で、1つ目が、学びの個別化、共同化、プロジェクト化の融合というので、これちょっと後でお話しますね。まずちょっとですね、自分たちの学校を自分たちで作るっていうところからお話ししてみたいなと思うんですけど、まあ、ごくごく簡単に。学校は民主主義の土台ですので、先ほど言ったようにですね、で、民主主義の大原則って自分たちの社会自分たちで作るなんですよね。ということは、子どもたちも自分たちの学校自分たちで作るっていう経験を育まないと、こういう経験やらないと、市民になれるはずがないんですね。だからやっぱり自分たちの学校を自分たちで作るっていうことをやっていかなきゃいけないわけです。今世の中の動きはやっとこっちの方にですね、動いてきました。まあ、子ども基本法もそうですしね、生徒指導提案も見直されてですね、子どもたちが学校作り、校則作りに関わっていけるようにしようねっていう、やっとですね、もう動きが起こってきたなと思います。で、その際にちょっとまあこれ参考なんですけど、ルールメイキングプロジェクトというのをですね、もう何年かな、4、5年かな、やってるんですけど、NPO 語り場が中心になってですね、本も出しました。監修させていただいたんですけど、こういう、ここにルールメイキングの最前線が書かれてますので、もしご興味ある方いらっしゃれば、今全国で自分たちの学校自分たちで作るっていう学校がですね、どんどん増えていってます。とても楽しいことだなと思ってます。ちょっとまあ時間がないので、これは今日はもう、あまり立ち入りません。もし後でやり取りの中でですね、詳しくっていうことがあればお話ししたいと思います。もう一つですね、学校をですね、私はもっともっと多様性がごちゃ混ぜのラーニングセンターにしていこうっていう話をしています。これも三本柱のうちの一つなんですね。で、今学校はさっきも言ったように、同じ年生まれの人たちだけのコミュニティであったりとか、あるいは幼少、中高、特別支援とかで分けて、学校史で分け、学年で分け、障害あるなしで分けみたいなことをやっているわけですね。で、これやっぱり民主主義社会にとってよろしくないんですよ。さっき言ったように民主主義は多様で異質な人たちが共に出会い、共に認め合い、そして共に社会を作り合うっていう、こういう社会なのに分断されちゃうと、お互いを知り合うこともできない。だから、
中学生が日常的にどれくらい赤ちゃんと付き合ってるかな、付き合ってるっていうか、赤ちゃんと一緒に交流してるかなとか、中学生がどれくらい日常的に介護が必要なお年寄りと一緒にいるかなとか、障害者と一緒にいるかなとか、宗教が違う人と一緒に暮らしてるかなって考えると、すごく心もとないですよね。とっても同質性の高いコミュニティで今私たちは生きちゃってるんです。これめちゃくちゃまずいことなんですよね、民主主義社会とって。で、学校がその分断装置になっちゃってるんですよ。これとっても大きな問題ですね。どうしていくかっていうと、これから学校はやっぱり多様性がごちゃ混ぜのラーニングセンターにしていく必要がある。で、ついにできたんですね。私もこれ実はこのアイデア20年ぐらい言い続けてたんですけど、やっと公立でできたっていうのに、もう本当にちょっとワクワクしていて、福島県大熊町にですね、あの学びは夢の森っていう、幼保小中、そこに大学のサテライト機関があり、教員研修センターがあり、町のライブラリー、これ、学校図書館なんですけど、町の人たちが自由に来て、ここ使っていいんですよ。だからそのかしこで、お年寄りと幼稚園児がなんか話してるとか、中学生がちっちゃい子に本の読み聞かせしてるとか、なんかそういうですね、本当にごちゃ混ぜのですね、教育環境が出来上がりました。いやー、これこの前行ってきたんですけど、で、今後あのアドバイザー拝命したのでずっとお付き合いさせてもらうんですけど、まあ本当に良かったですね。とっても素敵な学校でした。大熊町ってあの原発事故の後全町避難を余儀なくされた町ですね。だから1万人ぐらいいた人口のうち、今帰還率 5% なんですよ。500人しか戻ってきてないんです。で、この 5% で町を復興するには教育だっていうことで、もうごちゃ混ぜラーニングセンター作ろうぜっていうことでですね、もう本当にあのみんなでものすごくエネルギーを込めて作った学校、めちゃくちゃ面白いので、もしよかったら視察に、教育委員会の皆さんで、ぜひ視察に行っていただければと思います。まあ、すいません、より本題はちょっとこちらのお話をですね、したいと思います。これから学びの在り方が大きく変わっていく必要があります。それは私は学びの個別化共同化プロジェクト化の融合という言い方をしているんですけども、まあ、最近の文科省ワードで言うと、個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実とか、あと探究とか、まあ、こういうキーワードが今出てきてますよね。これがですね、まあ、どれくらい現場にちゃんと理解されて浸透しているかっていうと、ちょっとまあ、どうかなと思うところもあるし、それ以上にやっぱ上からどんどん降ってくるからもう嫌ですよね。主体的対応的で深い学びって言ってたかと思えば、今度なんていう個別主体的な学びと共同的な学びの、もう勘弁してくれよって思いますよね。これが上から降ってくるものの問題ですね。みんなで対応通してやらなきゃいけないんですよ。だからさっきも言ったように、あの私今からこの学びのあり方のお話しますけど、そしてこれがやっぱり目指すべき学びの姿だとは思いますけど、これを上からこうやるんだはやっぱりあんまりよろしくない。対話の文化と仕組みを作ればおのずとこうなるというふうに私は思ってますので、やっぱり一番の根っこは何かといったら、一番最初にお話しした対話の文化仕組み作りですね。しかしまあ、どんな学びなのかっていうのをちょっとイメージを共有するために動画なんかも見ていただきながらお話ししたいと思いますが、個別化共同化プロジェクト化の融合、融合っていうのは大事なんですけど、まあ、ちょっと個別化と共同化の融合の話からしていきますと、今はみんなで同じこと同じペースでなんですよね、基本的に。だけれども、自分のペースで自分に合った学び方や場所で必要に応じて人の力を借りながら、自分も人に力を貸しながら、緩やかな共同性に支えられたこの学びが尊重される、そんな学びっていうことで、これだけ聞いてもパッとこうイメージつきにくいかもしれないんですが、ちょっと後で具体的な動画をご覧いただきますね。で、エビデンスいっぱいあるんです。こういった学びがいいよというエビデンスはもう5万とあってですね、まあ、ごく一例ですけど、例えば一律一斉授業の場合は、子どもたちってせいぜい半分程度しか学んでいないと、よく見積もって半分ぐらいしか学んでいない。まあ、こんなの誰だって経験的に分かりますよね。生徒の側だった時でも先生の側の時でも分かりますよね。半分ぐらいしか学んでないなって思いますよね。じゃあどうしたらいいかも分かってるんですね。自分のペースで、自分に合ったレベルを、自分に合った学び方で学んで、しかもそれが孤立した学びじゃなくて、先生とか仲間から的確なフィードバックがあって、困ったら助けてもらえるし、誰が困ってる人が聞いたら自分の力になれるっていう、こういう場で学べば学力は飛躍的に向上、保障できると。しかもより短い時間でできるということが様々なエビデンスで示されています。だったらもうやるしかないじゃないかっていう話なんですね。
今まではなかなかその構造転換が難しかったんですけど、今できるような条件整ってきたんですね。で、ただし、その個別化って言っても、なので個別化っていうのは、ここですね、人それぞれ学びのペースとか、興味関心あった学び方、あった教材、心地のいい学習空間などは、みんな違うっていうことを、教育の基本に置くってことです。まあ、当たり前なんですけどね。このことをちゃんと理解しておくっていうことが大事で、まあ今、ニューロダイバーシティなんていうの言われますよね。神経の多様性ですね。人それぞれやっぱり物の見方、感じ方全然違うんですよね。で、そういうやっぱり大事にしようっていう、まあ、そういうことですね。行動遺伝学なんかも最近すごく発達していて、やっぱり一人一人の認知特性だったりとか、その認知のあり方だったりとか、得意不得意とかって、行動遺伝学的に言っても、もう本当に千差万別だっていうことが、かなり分かってきてるんですね。これを一緒くたにすることがどれくらい乱暴かっていうのは、もう、行動遺伝学者だったりとか、認知科学者だったりとか、もうずっと警鐘を鳴らしているんですね。やっぱりそこら辺の多様性をとても、包摂できるような学び場にしている必要があると。なので、まあ、自己選択、自己決定の機会をできるだけ広げていくっていうのは、これはなので、結構ラディカルになってくると、時間割の個別化とかできますね。家のプラン教育、オランダの家のプラン教育なんかは、まあ、日本でも家のプラン少しずつ浸透してますけど、なんかは時間割個別化。もう小学生、低学年から自分で時間割作りますね。金曜日に、翌週の時間割作ったりして、1週間の、学習計画自分で作ったりしますけど、まあ、そこまでいかなくても、例えば教材の選択の幅を広げる。みんなが同じ教材使わなきゃいけないわけじゃ必ずしもないですよね。そういうこともできるかもしれないし、教室リフォームプロジェクトなんていうのがありますね。教室空間自分たちで作っていく。自分たちで折り合いつけながら、心地のいい、学びやすい学習空間を子どもたちが作っていくとかですね。こういうのも学びのオーナーシップが自分たち自身にあるんだっていうことを学ぶためにとってもいい実践ですよね。で、まあ、もっともっと手前の話で言うと、もう一単位時間で、自己選択、自己決定の機会をどこまで、どうやって増やしていこうかなっていうところからでもいいんですよね。そこからでも構わない。ちょっとずつ選択の幅を広げていけるようにしていくなんていうのでも OK だと思いますが、必ずですね、これ孤立化になっちゃいけないので、共同性、緩やかな共同性で支えていくっていう、この発想がとっても大事で、その個別最適な学びっていうのが、まあ、あるいは学びの個別最適化って言われていた頃は、なんかイメージとして、ギガスクール構想と相まって、なんかタブレットとかパソコンの前で一人でカタカタみたいな、なんか勉強してるのが個別最適な学びみたいな印象を持たれたところもあるんですけども、全く違いますからね、それは。緩やかな共同性に支えられて、自分のペースで自分に合った学び方で学んでいけるっていう、その子一人一人の認知特性に合った仕方で学んでいけるっていうのが大事なことであって、一人でカタカタカタじゃないので、それは本当に注意したいのと、あとこれもですね、最近いろんな学校行っていて、あ、もしかしたらちょっとうまく伝わってないのかなと思ったのは、個別最適な学びっていう言葉が、ある学校で、はい、じゃあ今から個別最適な学びの時間ですって言って、一人で学んで、で、はい、今から共同の学びですって言って、共同で学ぶみたいなのが結構あったんですよ。で、違いますので、それは、個別最適な学びと共同の学びの一体的な充実っていうのは、こういうことなんですよ。その、子供たちが自分に合った学びができるだけできるような学びをして、緩やかな共同性を支えるってことなので、個別最適な時間と共同の時間があるわけじゃないので、このこともですね、やっぱりちょっと注意したいなっていうふうに思いますね。で、こういうことやっていくと、学年超えた学び合いとかですね、さっき言ったおじいちゃんと中学生が一緒にプロジェクトやっていくと、こんなことだってどんどん可能になってくるんですね。まあ、その例をですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。今、名古屋市はですね、名古屋スクールイノベーション事業っていうのがあって、私も長い間、アドバイザーさせていただいていて、とっても素敵な実践がですね、モデル校で広がってます。で、この山吹小学校、最近とても有名になってるんですけど、まあ、家のプラン教育を一つの、参考にしながら、まさに学ぶ内容、場所、方法を子どもたちが決めながら学び合うっていうことをやっているので、ちょっと映像をですね、ご覧いただこうと思います。3年ぐらい前の映像なので、今もっともっと進化してるんですけど。そんな中、コロナをきっかけに学びのスタイルを変えていこうと取り組む学校も出てきています。この時間と、いつもやっているブロックアワーを取り組みます。5年生の授業では週に6回ブロックアワーと呼ばれる時間を設けています。自分で時間割りを含めてポイントは学ぶ内容、学ぶ場所、
学ぶ方法を子どもたち自身で決めること、社会や算数など子どもたちは思い思いの教材を使って自分のペースで学習を進めていました。自分たちで決めて自分たちのスピードに合わせてできるので普通の授業とは違うかなと。前の授業は先生に教えられてただやってるだけだったけど、今は自分で考えてやっているので、なんかすごく楽しくて、家で宿題やるのをなんか楽しくなりました。子どもたちが主体的に学ぶことで、いずれ力を育もうとしています。子どもたちが言ってるのは、学びのコントローラーを持とうね。先生がポチって押すコントローラーではなくて、自分で学びのコントローラーを手に入れて、自分で何が必要かをスイッチとして学習に取り組めるように頑張ろうねっていうふうに考えているので、自分で問題を発見してそこから何か新しい価値を創造していくことがこれから必要なのかなというふうに考えています。これが山本小学校なんですけど、本当にちょっと短い時間しかご覧いただけなかったんですが、そういえば今日ちょっとお話の用意するのを忘れていたんですが、私がですね、仲間の研究者と一緒に一般社団法人スクールトランスフォーメーションネットワーキングっていうのを4月に作りまして、通称スクタンっていうんですけど、このスクタンは、非常に高度な哲学的、科学的な研究に支えられて、現場を支援するツールっていうのを作ってるんですけど、で、ここで作ったツールで、スクタン質問紙っていう、主体的、多様的で深い学びが、主体的、多様的で深い学びの実現状況を測定することができるツールなんですね。で、こういう非認知的なものであったりとか、質的なものって今まで、やっぱりこう、正確に把握するのは難しいって言われていたんですけど、これがちゃんと可視化できるような、ものをですね、開発しまして、で、名古屋でもそれをやってるんです。ちなみにこのスクタン質問紙無料で、メグビットで使えますんで、そういえば、イコン紙は、学習e ポータル何使われてますかね。学ぶポケじゃないですかね。学ぶポケットじゃないかな。もし NTT コムの学ぶポケットとか使われていたとしたら、そのスクタン質問紙の結果をいろんな観点から可視化してくれるツールも、マナポケには入ってるんですけど、マナポケじゃなかったとしても、そのメクビットに行けばですね、メクビットに搭載されているので、どの学校でも無料で使えるんですけど、主体的、多様的で深い学びがどれくらい実現しているかなっていうものを、測定できるんですよ。山吹小学校も圧倒的にすごいんですよ。圧倒的な、成果を叩き出してですね、びっくりしましたけどもね、いくつかそういった学校が今、名古屋でも起こってますね。すいません。で、次にですね、プロジェクト化の融合なんですけど、プロジェクト化っていうのは、短期用カリキュラムの中核にしていくっていうことですね。で、今までは出来合いの問いと答えを勉強するっていうのがメインだったわけですけど、もう探究っていうのはね、ちょっとマジックワードというかバズワードというかになりすぎて、猫も借子も探究っていうので、そのことの意義とかどうやって本当にやることがいいのかっていうことの理解もですね、本当はもっともっと深めていく必要があるので、もしこの中のやり取りで探究とは何かとか、それからどうやってやっていくのが良いのかとか、そういったこともお話ができたらなと思いますけど、探究とは何かっていうと、自分たちなりの問いを立てて、自分たちなりの仕方で自分たちなりの答えにたどり着くっていうですね、そういう探究型の学びですね。そうすると教師の立ち位置がちょっと軸足変わってくるんですよね。今までは先生が答えを持っていて、子どもたちがそれを取りに行くっていうことをやっていたけれども、共同探究者であり、探究支援者であり、最近はジェネレーターっていう概念が出てきましたね。生成していく、一緒にこう作り合っていくっていう感じですね。で、探究っていうのは、その先生も答えを知らないような問いをいっぱい子どもたちが、それこそどうすればパレスチナ問題を解決するかみたいな、こういう問いを例えば立てた子どもがいたとして、先生答えは持ってませんよね。だけども、どういうふうなアプローチでどういうふうに探究していけば豊かな探究ができるかなっていうのを一緒に考え合って、その学びを深めていくことができるような、そういう探究支援者としての教師っていう役割がとても大事になってきますね。で、この点で、探究の有名な伊那小学校をですね、ちょっとご覧いただこうかなと。長野県の伊那市立伊那小学校というのは、もう総合学習の超有名な学校ですね。ちょっとご覧いただこうかなと思います。あともう一つ、広島のイエナフランスクール公立の、もうちょっと入ってたと思います。
あるよね。公立の小学校でも40年以上前から独自の探究的な学習というのを取り組んでいる学校があると。公立です。ちょっと見てください。長野県にある伊那市立伊那小学校。学校では動物の飼育や米作りなどのテーマを探求する中で、評価の知識を身につけるという独自の授業も行っている。ヤギじゃないよ。例えば、羊を飼育するクラスでは、餌の重さを測ることで小数の計算を学ぶ。用意された測りのメモリは 0.01kg 単位だ。ということは 1.55。 最初 2.05 って。すごいね、簡単でやっちまったね。自然とそういう計算が計算をしなくちゃいけない場面に出くわすので、子どもたちは何としてもその答えが知りたいって考えて、小数の計算、計算、いっぱいやったね。そう。子どもたちが心置きなく探求できるように、チャイムも時間割も通知表もなくすという徹底ぶりだ。本当にその子が納得いくまでとことん学ぼうとしていく、そのことを通して、分かることの方が子どもたちもその中学校での学習そのもの、その子を支えていくその生涯を通しての学びの力とか生きていく力っていうことにはやっぱりつながっていくんではないかっていうことを今信じて今していただいているところです。黒板の授業じゃなくて、はい、まさにこう生きてる時間の中でもう生きる知恵を自分から取りに行ってる感じ。だからこういうことをやろうと思ったらできるっていうことですよね。そうか。今のこのカリキュラムとかでもね、はい、自らその課題を見つけてそれをこう解決していくっていう、そういう学び、いろんなアプローチがあるそうなんですね。で、例えば広島県福山市、これも公立の小学校ですが、日常的に違う学年が一緒になって勉強する、学びを受けるっていう。例えば1年生から3年生が一緒になって授業を受けるという構図ですね。ちょうどですね、あさってかな、伊那小学校に行くんですけれど、もう今定期的にご一緒していてですね、本当になんていうか、次元が違うなっていうのを、いつも私すごい学ばせてもらってるんですけど、ちなみにさっき校長先生出てきましたでしょ。校長先生、今定年されて、再任用で今1年生の担任してるんですよね。なんか素敵ですよね。で、別の学校でですけどね。で、伊那小行くと、まあ動物飼育、低学年なんか動物飼育やってるところが多いんですけど、伊那小名物でですね、リードなしで豚とか馬とかヤギとか羊とかの散歩してるんですよ、子供たちが。で、これってプロが見てもめちゃくちゃびっくりするらしくて、リードなしで動物散歩なんて、ちょっと考えられない。そのやっぱりそれだけ子供たちと動物の心が通っているんだっていうので、プロもびっくりするらしいんですけど、低学年はですね、ほぼ全部総合でカリキュラムが作られてます。まあ、制度上といいますか、カリキュラム上は生活化ということになりますね。ほぼ全部生活化で、でこの中に評価 の学びが組み込まれるような形で借り真似してるんですね。なので私もこの前、ついこの前行った時はですね、子供たちが羊飼いたい、もう羊飼うぞっていう気持ちになっていった1年生がいて、で、この1年生たちがその羊を貸してくれる牧場との人に、お願いします。羊貸してくださいっていう手紙をみんなでもう一生懸命一人一人が書いて、これ国語の授業とつながってくるみたいな形で、1、2年生の間はもうほぼ
こういう動物飼育から強化的な学習もしているっていう感じですね。で、まあ、中学年、高学年になってくると、教科の時間も入ってはくるんですけど、やっぱりこういった総合と密接に連携しながら、総合と関わりながらカリキュラムが作られてますね。私が今年伴走させてもらっているのは、3年生なんですけど、ウズラの飼育をしていて、ウズラ30羽弱。でも、何羽も死んじゃってたりね、カラスに食べられたりとか、なんかもうすごいいろんなドラマを子供たち経験したんですけど、で、私がこの前行った時もちょうど踏み潰されちゃった、なんか知らないところに迷い込んじゃったウズラが誰かに踏み殺されちゃったらしいんですけど、で、そのお葬式とかやってましたけど、で、この30羽弱、自分たちで孵化させたんですね。自分たちで孵化させて、ちっちゃい時からずっと育ててきた。で、私は本当にびっくりしたのは、私絶対に見分けつきませんよね、30は。だけど、子供たち全員名前で呼び上げてるんですよ。もうびっくりしましたね。先生もわかんないって言ってました。先生もわかんないけど、子供たちだけがわかるんだそうです。うずらの呼び分けができるらしいんですけどね。でそこでやっぱり学び取るものって本当にたくさんあってですね。もっと理科的に言えばね、普通にうずらの生態がどうとか、そこから鳥全体の興味を持っていったりとか、うずらって夜何してるんだろうとか、こういうみんな子供たち一人一人問いが立っていくんですね。で、それをこう、一人一人がこう、深めていく。で、それに先生がここでどんな学びがあるかなっていうのをこう、すっごく詳しく観察するんですけどね。まあ、ちょっと稲荘の話してたらと、ちょっと教えないんで、あまり長く話さないようにと思いますけど、去年は6年生の石窯パン作りっていうのを伴走させてもらって、手作りの、もうずっとパン作りを極めてきた子供たちなんですね。なんだけど、やっぱり普通のフライパンとかで焼くとどうしても生焼けしちゃうと、やっぱ石窯がいいらしいということで、石窯を自分たちで作って、もう中庭にですね、10個ぐらいかな、それぞれのグループの石窯があってですね、副車熱がね、とかって説明してくれましたけどね。石窯作って自分たちでパン、しかもそのパンは私が行った時は、レーズン、酵母で、酵母でパンを作る。そういうことをやってましたけども、まあ本当そこから、たくさんの教科的な知識も学んでいたし、まあ何よりもやりきるとか、自分が本当に心ゆくまで探求したいことを探求できるっていう。学びっていうのは究極の遊びだな、みたいな。こういう感じを子どもたちが自分のものにしているんだなっていうのを私は感じましたね。まあ、ちょっと話し始めたらまた時間がなくなっちゃうので、この後のまたやり取りの中でですね、ぜひじっくりお話できたらと思いますが、まあ、ごくごく一部なんですが、今日事例をですね、せっかくなのでいくつか持ってきました。広島県も自治体レベルでこういう学びの構造転換をやろうっていうことをやっていますね。ここもですね、このちょっとこの URL だと行きにくいかもしれないんですけど、たくさんの動画がありますので、この動画とても参考になると思います。自由心の学習だったりとか、プロジェクト学習だったりとか、子どもたちがどんな風にやってるか、それからここの個別最適な学び担当、通称コベタンっていうチームがあってですね、教育委員会の中に。このコベタンがいろんな学校に伴走してるんですけど、このコベタンの方たちが、Q&A、一般的な Q&A、それこそ、探究ってどうやっていけばいいんですかとか、自由心の学習でこんな問題あったらどうしたらいいんですかとか、めちゃくちゃ具体的なよくある質問に対して答えるっていうような動画とかも作ってくれてるので、すごく役に立つんじゃないかなと思いますね。で、名古屋も出して、稲荘は YouTube にテレビ番組が載っているので、なくならないうちに、ご覧いただけたらなと思います。あと、私のゼミの卒業生が、学びの個別化、共同化、プロジェクト化の融合、非常に見事な、非常にレベルの高い実践をしていて、まあ、いくつか、取材もされているようなことがあるので、まあ、本当ごく一部なんですけど、今日のお話でお話ししきれなかったところもですね、補足としてご覧いただけたら嬉しいなと思います。すみません、ちょっと話長くなっちゃったかもしれませんが、この後じっくりお話できたらと思います。まずはどうもありがとうございました。はい、ではちょっとこの後休憩挟みまして、徳川先生と対話の時間立ちにしたいと思います。時計はこの部屋ではないですが、こちらですね。3時12分ぐらいから、再開したいと思います。ちょっと対話しやすいように、部屋のレイアウトも少し変えたいなと思ってますので、ご協力をお願いします。ではちょっと休憩の方に。はい。じゃあちょっと机を取りたいんで、はい。
影を、荷物を、そうですね、荷物を。でかい絵なんですね。使わない。使わないですね。はい。使わないです。で、スケッチブックとペンをお持ちいただいて座っていただく形でお願いします。はい。
はい、ではこの後の進行を、教育政策の杉山がさせていただきます。今一旦大きな絵になっていただいたんですけども、この後ちょっと、6人程度の小さな円にしていただいて、でその後またこの大きな円に戻ります。ですので、まずちょっと一旦このままの感じでこう、小さな6人円をこう、作っていくっていうことをやっていただけたと思います。はい。はい。では、お願いします。6人円ぐらい感じで、はい。トマの先生を入る。入っていただいて、はい。お願いします。はい。椅子そのまま、椅子をこう、あ、そうそうそう、そうです、そうです。ちょっとこっちに来てもらおうはずやったちょっとこっちに来てもらおうはずやったそういう駆け引きが、まあ、もう先に強引に行った方がこっち強引があったはずなんですけどはい、ありがとうございます。ではですね、今から、約10分弱でですね、今お配りしてますスケッチブックにですね、今日、今1時間、ほどのトマさん、トマ先生のお話を受けて、感想、質問、疑問、こんなテーマでもっと話してほしい、何でも結構です。まずちょっと書くという作業を5分から10分ぐらいの間でしていただけたらと思います。それを、書いていただきましたら、また円に戻して、それをこうマイクを、見せて、対話の時間という形にしたいと思いますので、はい。疑問、質問、感想、何でも構いません。はい。書いていただけたらと思います。一旦会場いただいたものをグループでちょっと発表するとかシェアする時間を取ります。その後、沖縄に戻ります。
何枚でも。そうですけど。書き終わったところかなと思ってたんですけども、なかなか皆さん書き終わらなさそうなので、そろそろちょっと時間を切って、この辺で、シェアの時間にしたいと思います。グループで、書いたものを見て合いながら、こんなこと思いました、こんなこと思いました、っていうのをシェアの時間にしたいと思います。30分過ぎくらいまでの時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします。では、お願いします。お願いします。私は、
予備学校には会話の分間的におっしゃるんですけど、本当にこれ、アクションと教員の対話というのがすごいやっぱ大事だなと思って、原井先生のもといた3年間がすごく楽しかったし、これでよかったなってすごい思えたのは、すごいオープンな校長室で、いろんな話を聞いてくださったし、口にいろんなことを話しかけてくださったし、やっぱりそこの会話がないと、いい学校につながらないなっていうのをすごく今日最初に思いました。学びの形ってどんどん変化していってると思うんですけど、50年間でもなかなか変わらないというのもあると思うんですけど、やっぱりこう、自由というか、やっぱりこう新しいことをやってみるっていうのはすごく勇気いることだなと思うんですけど、やっぱその勇気大事だし、それを背中を押したいなっていうふうに市教育としては思いました。あとそうやって他の学校でいろんなことを取り組みをされていると思うんですけど、なかなかやっぱりこう一緒に見てみるっていうのができないと思うんですけど、やっぱそういう現場の先生方も実際に訪れて見てみるっていう、なかなか福島まではねちょっと遠いかもしれないですけど、自分も見たいと思ったんですけど、やっぱそういうチャンスがあればいいのになっていうすごく思いがあった。まあ、最後、まあ、自分も現場には帰ると思うんですけど、台湾のある教室、そして台湾のある学校、そして台湾のある学校を、まあ、作るようにしていけたらなと思います。以上です。
家に来てるとりどめもなく入ってしまったので、この流れが申し訳ないですけど、あの話し合うことがないとかで、どうかというと、支援の理解とかがところが難しさであったりとか、この方たちがこうで説明したりだとか、学校の中での対話がやっぱり、まあ、なんとかこうイメージもあるんですけど、それをこう、家とのやっぱり家庭との人たちの必要かなと。ありがとう。
それから子どもたちの同士が結構ちょっと離れたらどうやって間に合ってる、しかも大人社会に出てきてこういうふうに作りたいといけないんだよ、親たちが出てきて、そして先生にもまあいろいろ言われて、そこで、まあ、様子がばっかりするような人たちが出る中で、でも政党会議なんかもやろうって言ったら審判ですよ。ぜひこういう仕組みなんかこう広くシェアされると取り入れられるところ取り入れられるんで、一般人じゃなかったけど、さには現場に多いというのは、私はもうちょっと変わってほしいんですよ。これに聞いて言われたら嬉しいなと思います。それから、今度は社会に出るときに子どもたちが本当に自由に育ってきて、社会が受け入れ体制があるのか、非常に少なくて言えるような環境で育つと、素晴らしく前向きで、社会になったときに、きちんとされたら、それはそれでね、人の中から引っこもっちゃうだってなって、やりかねないっていう、なんか老婆心ですけど、精神も強く育てたらいい。それから、でも実際に育っていきたいのが、そのグローバルとか、共通社会の中で、ね、やっていけるんだと、私は信じていて、いろんなアイデアがあるんです。それから生きるエネルギーになるから、そういうものを教えてほしいなと思うので、そういうものを作れる時代に加えて、いろんなことがあるんですね。でもこれでいいですね。以上、ありがとうございます。ああそうですね。では、そろそろ、お時間になりましたので、最初の円の形に戻っていただけますでしょうか。ではですね、皆さん、書いていただきました、紙、スケッチブック、おそらく何枚も書いてくださっている方もいらっしゃると思うんですけども、こう前に見えるように、こう、掲げるというか、見せていただく形にしていただきまして、でここはちょっと玉野さんにマイクをお渡ししますので、玉野さんはこう見ながらこれに答えるっていうのを形で、はいはい。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。というのも見えないので、もう歩いてください。なんかちょっとぜひ言い方ってあ、そうですね。でもいいか、はい、もしよかったらぜひ。どなたか手を挙げていただくのがありがとうございます。もう一本ありますか？マイクは一本しかないです。あ、大丈夫です。今なくて、地声でいきます。はい、今日はありがとうございました。私、教育委員の保護者の立場で教育委員やってるものですから、やっぱり周りの、ね、方が中高一貫校への小学校からの受験とかも増えていってるんで、はい、今まで以上に塾熱とか、その中だったら、ぜひやっていただきたいんだけど、こういう方がね、こういろんな学校なんかにもいろんな雑音を持ち込むんじゃないかと、それだけ一緒にやってたらいいのかなっていうのをちょっと伺いたいなと思います。はい、ありがとうございます。もう本当リアルなお話なんですよね。私は保護者の方々との対話の場もいっぱい持ってるんですけど、でお話しすればかなりよく理解してくださいますね。で、ちょっと裏技強いんですけど、学びの個別化共同化プロジェクト版というのをやると学力が上がるんですよ。でこれはちゃんとエビデンスあるので言っていいかなと思うんですね。つまりそうですね、さっき言った通り、一律一斉だと 50% しか学んでないわけですよね。それが自分のペースで自分に合った学び方で学べるし、人の力が借りれるしってやったら、上がるに決まってるんですかね。それから探究を中心にすると、学ぶことの楽しさとか意義とかが実感できますから、ちゃんとしっかりとそれをやれば、学力を確実に保障することができるので、これの方がいいでしょというような、この偉そうにじゃなくてですね。対話の中でそういった要は今まで知らないんですね。こういった学びのあり方を知らないだけなので、
知れば、あ、なるほどねと、でちょっと試していってみようかっていうような話にもなるんじゃないかなと思いますので、まずはそういったこうエビデンスと、そして対話、これによって多分、ある程度ですね、了解し合いながらできるんじゃないかなと思います。そのエビデンス等も、ね、どこで探したらいいのか教えていただければ、はい、ね、嬉しいです、はい。ありがとうございます。さっきですね、ちょっとご紹介したかな、ハッティという人の、はい、書いてました。はい、あのスライドにありました。教育の効果かな。教育の効果っていうのがありまして、あそこなんかでは、やっぱり自分に合った学びが形成できた方が、そらくよくなっているご紹介のよくさ、これはまあ、教育の効果っていう本が、これは学習科学のですね、まあ最近の推移を集めた本になってるんですね。それと、まあ、ハッティだが結構そういったものの、いっぱい日本語でも訳されていました。他にも本になってるので、そちらなんかもご覧いただけるといいかなと。日本でも結構たくさん出てきたんですけれど、またちょっと細かいのは、杉山さんにお送りしてもらいます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、もしよろしければ、他にもいかがでしょうか。さっき私たちのグループでいくつか、いいですか。はい。変わる小学校の予算です。さっきもお聞きしたんですけど、伊那小学校、すごく起点となる学校で、長くやればやるほどメリットもデメリットもあると思うんですけども、その中でどうやって対話されてるんだろうなという興味と、まあ、これも加えて対話の良い仕組みが他にもいろいろあれば共有していただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。今、結構気になりますね。いいですか。伊那小学校はもうとにかく先生たちが学年室に集まって、もう学年でずっと対応してるんですよ。で、同じ学年で、その学年の子たち全員をもう担任担任以外関係なく、もうみんな自分たちの担任する子どもたちっていうような気持ちで、で、ずっと移動してるんですよ。で、ここでその何十年もこの文化が築かれてきた最大のポイントは、子ども感を常に共有し、常にそこに立ち戻ってるんです。で、この子ども感がすごく良くて、もう、よくまあ、こんな素晴らしい言葉をみんなで作り上げたなと思うんですけど、子どもは自ら求め、自ら決め出し、自ら動き出す力を持った存在であるっていう子ども感なんですね。で、子どもは自ら求め、自ら決め出し、自ら動き出す力を持った存在である。そうに決まってるんですよ。そんなのは、俺だって分かってることなんですけど、先生たちは、本当に今の学びは子供が自ら求めているのかってずっと議論してるんですよ。本当に子供が自ら決め出したのか、あれはと。あれは教師が決めたんじゃないかみたいなことを議論してる。で、自ら動き出しているのか、教師が動かしているんじゃないか。教師が決め、教師が求め、求めさせ、教師が決めさせ。教師が動き出させていないかっていうのをいつも議論してるんですね。で、まあ、教師の出っていうのも大事は大事なんですよね。その、やっぱり子供たちがちょっとこう停滞期みたいになるときに、ちょっとした教師の出が来るときに、一気に子供の学びがぐっと前に進むってこともありますから、ところがこの教師の出も要注意で、学年部屋の先生たちで、ちょっとあんて教師の出多すぎたんじゃないかとやるんですよ。でそこでこうもう一方で、いやいや、あそこは自分の思いをどうしても伝えることが大事だと思ったんです。いや、でもあれはちょっと出過ぎていた。自分の方向に引っ張ろうとしていたみたいなことを、いつも議論してるんですよ。もうね、あの場に行くと、ワクワクするというか、あ、教師って尊い仕事だなってなんか思いますね。本当に子供が、自らこう内から育つってどういうことだろう、内から育つために、この何が我々にとって、必要なことなんだろうと、ずっと議論している、あの姿はね、なんか尊いなと思って、伊那小ではそうやって、学年部屋にみんな集まってさ、ずっと、なんか職員室いないんですよ、いつも学年部屋にいるんですね。そんな議論室とか。で、なので、この子ども感です。さっき私は最上位目標みたいな言い方をしましたけど、まあ、いろんな学校でやると自立と尊重みたいな言葉があって、まあ、そういう場合はそういった言葉に立ち戻って、実践をみんなで議論するんですけど、伊那小の場合はこの子ども感にいつも立ち戻って、
本当にそういう子どもの姿が見られていたみたいな。だから、指導案なんかも学年部屋の先生たちでもう徹底的にみんなで議論しながら作るんですよ。で、イナショの指導案も本当に面白くて、こう、やっぱり計画通りに進むはずがないんですよ。総合なのに。なので、先生の書き方もすごく面白くて、例えば、石窯のパン作りをやるとか。で、先生としては、だんだん子供たちが酵母に興味を持ち始めたと。天然酵母に興味を持ち始めた。今までイースト菌とかやったけど、ちょっとここで自分、で先生はものすごくですね、天然酵母に興味を持ち始めたんですよ。自分がワクワクしちゃって、で、ちょっと酵母を育てたのをこの教室に置いといたら、で、子供たちそれ何なのちょっとシュー食べたらプシューとかして、興味持つかもしれないなと。もしかしたらここから新しい、だからちょっとここで教師の出をやってみようかなって考えるんです。で、この開けた時にプシューとかなって、なんだこれって。で、レースの天然酵母がみたいな話が出たら、もしかしたら子供たちは自分たちも酵母を作りたいとか言うかな、言わないかな、言うかな、言わないかもしれないな、そんなことを考えると、私はワクワクするって書いてあるんですよ。指導官にワクワクするって書いてある。面白いなと思うんですけど、で、そういうのをまた先生たちで、いや、ここ先生出すぎじゃないとか、もっと待った方がいいんじゃないとか、そういうようなことをずっと議論していく。そんな感じですかね。で、あと、その対話の文化の作り方としては、やっぱりさっきの校内研なんかは、一番いいかなっていう感じが私は経験的に思ってますね。校内研を対話ベースにする。これは、つまり、研修の時間もともとあるんだったら、せっかくある時間だから、なんかプラスで対話の時間を作ると、やっぱり負担感ありますよね。でも、せっかくだったら、じゃあ校内研を対話ベースにしちゃうっていうのが、私は一番いいかなと。なので校長先生と研究主任の役割ってすごく大事になっていますね。そこで、はい、そんなぐらいありがとうございます。ありがとうございます。では誰でしょう。コメントの人もいいですか。もしでもいらっしゃったら。じゃあこうやっていただいて私見てもらっちゃいましょうか。なんか。使ってみるのなんか恥ずかしいみたいで。どうしよう、もう、司教員として何ができるかすごい大事だと思うので、ちょっと、すみません、スルーした文章ありませんので。教区長の立場ですみません、自分も教員として、それから校長の管理職として、本当にこう授業作りというのに力を入れてきたんですが、今先生が今日ずっとお話ししていただいた、ことを実現するには、一足飛びになかなか今小学校のようにはいかないと思うんです。じゃあ、生駒市としてまず何からできるのかって考えたときに、やっぱりその先生方、今、質問している先生方もそうなんですが、先生方の意識をこう変えていくこと。それから先生方個々の指導力、やっぱりこの授業を作っていくっていうのはかなりのこう指導力というか、先生方のやっぱり力量形成っていうのも必要かなというふうに思ってるんですよ。それに向けて今生駒市としてまず何からできるのかな、何がこうサポートということで効果があるのかなっていうところで、なんか具体的な話をさせていただきます。はい、ありがとうございます。たくさんあると思うんですけれど、先ほど言ったやっぱり対話の文化仕組み作りを徹底サポートするっていうのがやっぱり一番肝になってくるかなと思うんですね。なので、あれしなさいこれしなさいではもちろんなくて、その学校の中で対話の文化が作れるように何ができるかっていうのは現場の声を聞きながら、で一旦ですね、その文化仕組みができればもう自走するんですよね。だそこにで、ただ例えば対応の文化を作るって言っても、校内で、やろうとすると、結構やっぱり先生の立場とかあるし、パワーバランスとかあったりしたりして、なかなか難しかったりするんですよね。で、そういう時に例えば外部の走りの方とかを、つけますよ、みたいな。で、意外に外部の方が来てくださると、そこですごくフラットの対応の場ができて、で、お互いの内側とかもどんどん出てきて、いいチームになっていくようなのが結構あったりして、そこ予算つけますよとかですね。外部の場所に予算つけますよって。何でもこうできることを、指揮は
もちろん管理監督もなんだけれども、やっぱり現場支援っていうところに我々徹底的に力を注ぎますっていう姿勢ってのはすごく大事かなっていうふうに思います。で、それでいくと研修とかもですね、研修のやり方も、しっかり集合の上からの研修じゃなくて、この指止まり型研修増やすっていうのは私とっても大事だと思ってて、いろんな自治体でご一緒してるんですけど、この指止まり型研修はめちゃくちゃいいですね。で、しかもそれプロジェクト型にするんですね。先生たちがプロジェクトの、経験をやっぱり積むってとても大事で、例えば、それこそ自由進路であったりとか、探究であったりとか、まあ何でもいいんですけど、なんか先生たちがチャレンジしたいことがある人たちが集まって、で、同じような関心を持った人たちで、例えばグループを組んで、で、じゃあ自分たち何できるかな、それぞれさっきの校内研の C バージョンですね。じゃあちょっと来月までに自分はこういう実践チャレンジしてみたい。で、もう一回集まってきてフィードバックし合って、お互いにサポートし合ってみたいなのを、でそこを教育委員会はめちゃくちゃサポートしますよと。そういう研修がその先生たちの自主性を徹底的にサポートし、しかもプロジェクト型で行われるということ、こういった先生方にプロジェクトの経験がそうやってこう実地に積まれていくなんていうのがすごく大事かなと思うことであったり、あと今日私がお話ししたような学びの個別化教とかプロジェクトとかの融合みたいな実践って、割にこう個人で取り組まれ始めてる先生って全国にたくさんいらっしゃるんですね。なんですけど、学校規模でなかなか広がらないんですね。で、それはいろんな理由があって、やっぱり対話がないので、先生たちがそこのチャレンジするのに二の足踏むんですよ。こんなことやっていいのかなとか、自由進学習のこんなやっていいのかなとか、これプロジェクト化していいのかなとか、やっぱりちょっと、うまくそこが踏み切れないときがあるんですけど、教育委員会でお墨付きを与えるときもめちゃくちゃ大事だなって思ってます。名古屋なんかはそうやって教育委員会がこれ求めてますって、そういうことになってる先生たち、応援しますよと。で、そういう、そしたらやっぱり、不安なくなりますよね。不安なくチャレンジがしていけるので、で、またそういった先生たちがネットワークになって、それぞれの実践を持ち寄って、さっき言ったような形でネットワークが広がっていったりすると、じわりじわりと、そういった文化がですね、変わっていくなというのを感じているところですね。で、あともう一つだけ申し訳ありません。先生たち、お一人お一人の授業力が向上していくっていうのはもちろんとっても大事なんですけど、同時にそのチームになって、意外に我々そのチームビルディングとか共に学び輪を一緒に作り合うとかっていうことって、私教員養成やってるんですが、教員養成でも学ぶ機会ないんですよ。チームビルディングってあんまり学ばれたことないですよね。どうやったらチームの力最大化できるとかって学んだことないし、校長先生も本当は先生たちの力が最大限発揮できるようなマネジメント、それこそ本当のマネジメントなのに、それでどうやったらできるかっていうことを学ぶ機会ってあんまりないんですよ。だからチームで学校を一緒に作っていく、そのそれぞれの得意不得意を持ち寄って補い合い強化しないっていうのってどうやったらできるんだろうっていうことも大事な研究テーマになっていくと、やっぱり一人一人の能力の向上ってある意味こうちょっと限界もあるんですよね。その得意不得意があるので、でもチームになると掛け算ですよね。なのでこのいかにそのチームの力を最大化しているかというところに焦点を当てた研究や研修なんていうのも大事かなというふうに思います。すいません、長くなりました。ありがとうございました。校長先生方ぜひ質問してください。一番そういう意味で私もそうだったんですが、校長先生方学校の研修の中身とかそんなことでぜひ校長先生チーム先ほどお話されてたと思うのでぜひ発言してください。それぞれ の, 校種別で、対話の文化が成り立っていても、それはやっぱりその上上げたりとか、したときに繋がってなければ、
それこそ最大限の効果は出ていかないと思うんですね。で、今のその、例えば、稲小学校さんの事例であったら、上に繋がったときにどういった発展を見せているのかとか、そのあたり教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、稲小の場合はですね、稲小から大体稲中、まあ、ほぼみんな稲中ですね。で、昔はですね、ちょっとここ、ブランクっていう感じがあったんですけど、今はもう密接に連携して、稲中も総合メインで借りてもやってるので、もうすごくスムーズに、稲小で校長やってた先生が稲中の校長やったり困ったりするので、あと、ちなみに校長がですね、稲小の場合は、これ長野県の多分配慮、まあ、多分というかもう確実に配慮で、稲小で教諭をやったことのある人が稲小の校長やってるんです。そうじゃないといきなりそこの校長になっても、もう何が起こっているのかよくわからないというか、なんでいきなり豚がここ歩いてるのみたいなわけわからなくなるので、まあ、そういう配慮も、あるんですけれど、まあ、稲小稲中はすごく連携が今なされてますね。で、先ほど教育委員 の先生にお話を伺ってです、ね、やっぱ私のお話がやっぱ幼児教育に大変親和性が高いということをおっしゃっていただいて、本当にそうで、今、養護小連携とか架け橋とかいう話がされていますけれども、全国的に見て、私もいろんな養護と関わらせていただいているんですが、どっちかっていうと、小学校に合わせているパターンが多かったりするんですよね、残念ながら。でもやっぱり幼児教育に、やっぱり教育の本質というか、その基本がすごくあって、この、幼児小子ども園と小学校とのこの連携がめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。で、その幼稚園の先生が、どんな子どもの見方をしているのかとか、どんな関わり方を子どもとしているのかっていうことを、まずやっぱり小学校の先生の方がよく聞く機会を作っているとすごく大事だなと思ってまして、で、そうする中でこううまく、だから小1プログラムは、小1のプログラムじゃなくてシステムのプログラムってそういうことで、例えば幼稚園とかだと、そのドキュメンテーションとかもそうなんですよ。やっぱりそれこそ子供を中心にして対応なされますよね。あの子があれ、あの子があんなことしたんだよ、あんなこと言ったんだよ、こんな学びが起こったんだよ。いつもあの子がねっていう対話がなされるんですけど、小中であの子がねってあんまりちょっと減るんですよね。先生のあの授業はねとかになるんですよね。あの時の導入はとかみたいな話になってくるんですけど、やっぱりあの子がねっていう対話がなされることのその意義っていうものを幼稚園から学ぶってすごく大事なところで、この連携で、幼稚園の先生方が、今、園児ともいろんな園ありますのでね、あれなんですけど、それこう子どもを中心にした会話っていうのを、なんかこう、学校に感じさせていくような機会っていうのは、一緒にたくさんあるといいかなと思っています。ちょっとお答えになったかは分かりませんけれども。ありがとうございました。ありがとうございます。もう少しお時間ありそうなので。小学校と中学校とでっていうことで、中学校の方も総合メインっていうお話だったんですけれども、評価ですよ、の方をどうするのかっていうことと、それから学習指導要領というものは、切っても切れない問題かなと思います。で、そこをその学習指導要領に書かれている内容を子どもたちに担保していくっていう点で、もちろん探究をしていく中でいろいろな学びとか気づきとかから学びにつなげられるということはよくわかるんですけれども、それがその学習指導要領に書かれている内容まで到達できる学びなのか、そうではないのかっていうところはすごく難しいところだなと思ったのと、それから、中学校は、小学校は割とその評価の仕方が文章記述であったりということもできるんですけれども、中学校はやっぱり入試に関わってっていうところで、どういうふうにされているのかなっていうのを少しお聞きしたいです。いや、もうこのテーマだけで1時間ぐらいですよね、本当は。本当はそうなんですよね。いや、これちょっとどうしましょうね、残り5分で、どういう話をしようか難しいんですけど、まず、評価に関して、例えば、その稲小学校の場合はですね、先生方学習指導要領が全部頭に入ってるんですね。で、私は後追い型の評価って呼んでるんですけど、後追いして、つまり子どもたちの活動の中から、今ここ学んでるなっていうのを後追いして、学習指導要領を当てはめていく。
ですね。だから普通はあらかじめのカリキュラムとあらかじめの評価なんです。あらかじめカリキュラムがあって、で、一個一個学んでいく。で、これで学んだので、はい、履修しましたっていう履修主義の考え方ですよね。で、これが実は神話だっていうことも、もういろんな研究が出てるんです。つまり、教師としては学ばせてるつもりなんだけど、学び取ってないんですよ、この話は。もう先生方はもうよくご存知だと思うんですけど、先生としては授業やってるから安心できるんですけど、実はちゃんと学び取ってるかって言ったら、本当に習得はしてない場合がすごく多いんですよね。でなので、あらかじめとあらかじめの、あらかじめのカリキュラムじゃなくて、後追い型の評価、だから子どもたちの活動が先にあるんですね。そういった探究活動が。で、これを後で、あ、今理科のここやってる。こういうのをですね、後で見取っていくっていう、まあ、とんでもない力量が求められるっちゃ求められるんですけど、まあ、基本はそれですね。でもやっぱりちょっとここ学び残したかっていうときは、そういった教科学習の時間を、別に取って、よく、居なしは時間割りないって言われるんですけど、あるんですよ、本当は。ちゃんとここは学び残しているところはやる時間っていうのはちゃんと確保している。そういったやり方をしてますね。で、中学になるとやっぱりちょっと難しいですね。小学校だったらカリキュラムの4、5割を探究にしても大丈夫だし、低学年の場合は本当全部生活化っていうことでやっても、経験的にはできるなっていう感じなんですけど、中学はやっぱり難しいですね、そこは。ただし、個別化共同、全部プロジェクト化しなくても、個別化共同化っていうところにちょっと焦点当ててみるとですね、さっき言った通り、自分に合ったペースや学び方で学んだ方が圧倒的に短い時間で習得できるんですね。ということは、年間計画とか週案とか通りに、こう、やっていくんじゃなくて、子供たちが自分で学習計画を立てて、だから中学になるとこれよりやりやすくなりますね。子供たちの自由心の学習とかやっていくと、実は、ある研究によるともう半分ぐらい、例えば数学とかのカリキュラムも、普通にやるのよりも個別化したら半分で終わる。1年のカリキュラム半分で終わる。で、いうようなことも言われていますので、そういう意味では、指導要領の、担保っていうのは、ちゃんと可能になるかなと。まあ、麹町中なんかがですね、やってたのは、麹町中がなんと変わっちゃう。ご存知の方も多いと思うんですけど、麹町中学なんかがやってたのは、まあ、これはね、ちょっと、いろいろと、本当は、もっともっといろんなところから話さなきゃいけないんですけど、まあ、キュビナを使って、あれですね、AI ドリルキュビナを使って、数学は本当に半分ぐらいで終わるんですね。で、残りのできた時間で探究の時間を増やすっていうようなことは、結構、麹町モデルとしてはそういう感じをやってます。まあ、やろうと思ったらそういうこともできるんですね。個別化することで、個別化と共同化の融合することで、学習の、まあ、あんまり効率性ってことは好きじゃないんですけど、まあ、ぐっと高めて、で、残り探究の時間を捻出するなんていうことも、まあ、できなくはないんですけど、まあ、そういったやり方もありますね。あともう一つは、学習指導要領、今言った個別化共同化プロジェクト化の融合みたいな実践っていうのを、これ妨げる制度的な制約ってほぼないんです。今の制度で全然できることなんですけど、二つだけちょっと注意がいるのが、学年ごとの指導要領ですね。個別化って言ったら、一年生だけど三年生のことやっていいとか、四年生のことやっていいとか、逆もしかりっていうことが本当はできる必要があるんですけど、今やっぱり学年ごとで区切られちゃってるので、ここの枠超えられないっていう問題があるのが一つ問題ですね。だけどもこれはですね、次の指導要領とか、では、割にここ弾力化すると私は踏んでます。なぜなら今、義務教育学校はここ変えられる。弾力化できるので。で、あと、個別最適な学びって文科省が言ってるのに、ここを弾力化しないって自己矛盾ですよね。なので、まあ、ここ割に弾力化していけるんじゃないかなと私は思ってます。少なくとも次の次は、遅すぎますけど、それだと。で、それから、あともう一つの、ちょっとした壁は、授業実数ですね。これも多分次ぐらい弾力化すると思いますね。いろんなところからその提言をなされてる。毎年毎日毎回議論にはなるんですけど、
これにはね、30時間かかるけど、かかる子もいれば、2時間で終わる子もいるわけで、それをこうやっぱり一律にするっていうのも、やっぱり個別最適とか、なんとかって言っているのに、自己矛盾しますので、このあたりも単力化していくだろうとは思うんですけれど、いずれにしても、評価の話だったけど、大丈夫でしたかね。具体的にそういえば、なんか話がいろんな方向に飛んじゃって、お答えになってたかわからないんですけど、まあ、いずれにしても探究と、あと個別、なので、個別化、共同化、プロジェクト化のようなんですよ。これでやっていくと、ちゃんと履修できるし、むしろもっと短い時間で履修できるし、で、しかもちゃんと習得を保証できる。その可能性が格段に高まる。という意味では、評価と何ら矛盾するものはないと言えるかなと思うんですが、うまく言えたでしょうか。もしもちょっともっと突っ込みたいとかだったらおっしゃっていただければとは思うんですが、すいません、ちょっと時間過ぎちゃったかな。すいません、ちょっと話しすぎまして。はい、ではお時間4時になりましたので、一旦これで、終了とさせていただきたいと思います。最後、机の方をちょっと、そういうのを取り付けていただきまして、お話ししたいと思います。今日は、お時間になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。トモさん、またここにいらっしゃいますので、残って少し、お別れにご質問したいという方は、はい、どうぞ、ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。一旦とまたポイントを言っていただくみたいなら、曲が呼ばれたらやり方なので、感じで。あ、ごめんなさい。特定の配置なんですけど、この401と402がありまして、401、ロー、ロー、402、ロー、です。ロー2個です。はい。あ、